は先ほど3回にこれはヒットになりました。松田は一塁待って二塁行く、ボールが返ってきてアウトになった。そして今度は工藤監督がリクエストです。微妙ですね。微妙ですね。はい。ただ一番近くで見ている審判がね、やっぱり正しかったと言いますか。覆らなかったと。ランナー二塁一塁でバッターボックスには栗原、センターへ